はじめまして。久しぶり。こんにちは。こんばんは、みかん大福です。イェイ。はい、ということで、11月19日の夜中ですね。はい。ゆうたくん酔ってます。飲み会帰りなので。飲み会帰りです。はい、ということでですね、本日はある一番くじを引きに来ました。何ですか？ポケットモンスタースカーレット・バイオレット発売記念くじ。はい。スカーレットとバイオレットが発売するということで、その記念のくじになっております。新シーズンです。そうです。はい。でこちらですね、1回680円ですね。1ロット66本です。早速上位賞の紹介に行きます。まず A 賞、みんなで一緒にゲームクッション、こちらが1本。これめっちゃ可愛いよね。可愛い。これみんな多分狙うんじゃないですかね。なんか新しいポケモンのね、ニャオハ、ホゲータ、クワックス、3匹持ってます。これいいね。次 B 賞のですね、お手伝いピカチュウぬいぐるみです。これピカチュウの前に小物入れついててペンとかさせちゃいます。これが2本。はい、はい、次 C 賞、甘えん坊 EV ぬいぐるみ、シンプルに可愛い EV のぬいぐるみです。これが1本ですね。はい。でまだまだ上位賞続きますよ。 D 賞、マルチタオルケット、これがですね2本です。はい、はい、これ多分何でも使うんじゃないかな。下に引いてラグマットにしてもいいし、膝掛けにしてもいいし、そう膝掛けにしてもいいし、何でも使えますね。はい。で次 E 賞の、プレートコレクション、結構大きいプレート、はい、これが4本ですね。はい。ここまでが上位賞かな今回は。ゆうたくん何狙いますか？今回は A 賞のクッションと H 賞のタオル、はいはいはい、プダックと、あとこのみんなが整列しているロングタオルを狙っています。はいはい。今回一応上位賞が当たるまで引いていきたいなと思いますので、まあ5回ずつかな。最初そうだね。はい、挑戦していきたいと思います。ではやっていきます。ペリペリペリ。初心に帰ってさ、ハマドリかな。初心に帰って。ここで。バラバラだね。あるよ。か、ラスト。おまっか。ああ。解消コレクション。ネジを欲しいな。ついにもう、みかん大福の引き方とかなくなってる。ネジ欲しいから。なるほど。ネジ欲しいから、みかん大福の引き方しないんだ。マルチタオル、お上位賞やん。タオル、はい。が欲しい。青役ばいでしょ。プレートタオルした方がいいんじゃない？いいよ。一旦テーブルやる。はい、はい、ということで引いてきました。勝利じゃないですか。いいんじゃないですか。はい。H 賞タオルコレクション狙っていた2種類を無事ゲットです。めっちゃ可愛いよこの子だって。刺繍がついてるの子だって。いいねこれね。超可愛い。続いて G 賞テーブルウェア、こちらはですねボールにしました2種類。うん、これ使いやすくて良さそう。はい。続いて F 賞、これもね、コップなんですけども、はい、大きめのものを2つ。はい。そしてここから上昇ですね。そうだね。2章、プレートコレクション。いいやん、これめっちゃいいと思う。はい。ブースターとピカチュウとホゲータの3人がいる。いいなぁ。そして、D 章。はい。マルチタオルブランケット。でかい。90センチのクレス。はい。めっちゃ可愛いね。何よりこのパッケージのここの3人が可愛い。可愛いね。はい。本当全体的に可愛いんで、ポケモン好きな方かなりおすすめなくじとなっております。はい。コンビニが全体的に遅れているらしく。そう。だからまだ皆さん間に合うかもしれないんで引きに行ってみてください。はい。はい、ということで本日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。それじゃあゆうたくんしっかりね寝て良いお過ごしください。はい。では。おやすみなさい。結構バラバラだね。バラバラだ。バラバラだね。これ全部バラバラだね。すごいね。バラバラからの？からの？からの？すごい。え？え？え？
やばいやばい。当たりました。え、ガチでやばい。